こんにちは、ボブです。今回は重いストロークを打つための条件をテーマにやっていこうと思います。重いストローク、まあ重いボールってよく言うと思うんですけど、ボールってそのもうみんな同じもの使ってて、まあメーカーによって種類は違うぐらいで、その重いボール打つ人と、まあそんなに重くない人がいると思うんですけど、これは何で違うのかっていうのについてやっていきたいと思います。で、何をしたらその重いストロークになるかっていうのを、今回は条件を3つの条件を説明したいと思います。早速ですけど、1つ目が重いボールを打つポイントの1つ目がスピード、2つ目が深さ、3つ目がスピン量です。で、この3つの要素が合わさった時に初めて重いボールを打つことができます。まあ、実際そのボールその打ってる本人はあんまり重いボールかどうか分かんなくて、実際その相手感じるのは相手なんで、自分は分かんないんですけど、そのラリーをした時とかにちょっと自分のボールどうだったっていうのを聞いてみると、その重いボールが打ててるかどうかの参考になるかもしれません。じゃあまずはスピードからなんですけど、スピードはその重さを感じさせる上で一番大切な要素になると思います。やっぱりそのなんだろう、そのスピードがあるボールっていうのは、まあ、ある程度伸びがあるじゃないですか。やっぱり伸びがあると結構きついっていうか、振り遅れる感じになるんですよね。その振り遅れてないけど、その伸びがあることで、もうすごい本当何センチとかだと思うんですけど、まあ、振り遅れる、詰まるっていう感じになると思うんですけど、スピードがあるとやっぱりそのボールの勢いがあるんで、ある程度ボール重く感じさせることができると思います。で、それから2つ目の深さなんですけど、まあ浅いと、まあ普通どんぐらいだろう、サービスラインぐらいにバウンドしたとして、それがベースラインの後ろにいる相手に届くまでって結構距離があると思うんですけど、そうやって距離があるとそのボールは重く感じないんですよね、速いボールだとしても。だから相手に重く感じさせるためには、その深いボールを打って、そのバウンドしたところと相手が打つところの距離をなるべく短くしてあげる、まあ、相手がライジングで取るぐらいのイメージにさせてあげる。そうするとボールは重く感じると思います。それから3つ目のスピンについて、まあ、スピンはそうですね、まあ、かかってるとやっぱりそのスピードの時も言ったように、そのスピンがかかってるとかかってないではそのボールの伸びが全然違くて、例えばフラットだけ、速いボールもフラット系なら当てればなんとか返るんですけど、スピンだとやっぱり当ててもそのラケット弾かれたりとか、その回転によってあると思うんですよ。で、そのバウンド後もスピンかけることによって失速しないんで、その弾ける相手のラケットを弾くことができるんですけど、まあ、スピンを、まあ、そんなグリグリのスピンじゃなくていいんで、多少のスピンをかけてあげるとすごい、なんだろう、相手に向かって飛んでいくんで、ラケット弾けるような重いストロークに感じさせることができるのかなと思います。で、今回のそのスピードと深さとスピンっていうのは、まあ、どれか一つでもかけたら、まあ、そんな重くは感じない普通のストロークになるだと思います。この3つが揃って重いボールを打つことができると思うので、まあそうですね、意識すべきは、まあ、スピードはそうなんですけど、ボールの深さだと思います。そのなんだろう、練習するところ、まあスピードは限界があるんで、なかなかそんなスピード思いっきり出そうと思ってもミスばっかり増えるんで、やっぱり深さっていう部分のそのコントロールが一番強いかなっていう感じはします。まあ、深さがあれば、そのなんて言うんだろう、別に威力なくても重いボールじゃなくても相手にとっては嫌なんで、まあそれがスピードもあってスピンもあれば余計嫌に、まあ、決まってるじゃないですか。その嫌ですよね、そんな深い強いのが来たら。やっぱそう感じるんで、深さっていう意味、重いボールを打つにあたってその深さっていうのはどんどん練習してやっていくのがいいと思います。まあ、あとはスピンもそのなんだろう、こういう山なりのスピンというよりは、まあ、フラットドライブ、まあ、エッグボールっていうとちょっとまた違うのかな、まあ、エッグボールもそうなんですけど、フラット系ドライブですね。スピンは山なりのスピンというよりは結構その地面と平行に向かって飛んでいく、ちょっとスピンがかかったようなボールがいいと思います。まあ、スピードが保てるんであればスピンもどれだけかけてもいいと思います。まあ、重いボールを打つためのその条件が分かったところで、そのどうやったら打てるのかっていうのは、まあ、またその多分その過去の動画でも説明してると思うんですけど、
その腰から肩の位置のその一番なんだろうな、自然に力が入りやすいところで打つとか、そのラケットの面の向きを地面と垂直にして、なるべく全部の力をボールに伝えられるようにするとか、足で言ったらその打つ前のその軸足をしっかりセットしてパワーを貯めるとか、まあいろいろその重いボールを打つため、まあ重いボールって言うとあれなんですけど、そのスピードと深さとスピンを全部やっていくためにはなんか必要なことはいっぱいあると思うんですけど、まあ、まずはそのどうすれば重いボールっていう風に相手が感じ取れるのかっていうところを知ってもらえればまずはいいと思います。そのスピードと深さとスピンを3つやることによって重いボールだと感じさせることができるんで、まずはその3つはまあ絶対条件だよっていうのを覚えておいてもらえればいいと思います。またその何だろう、打つ重いボールを打つためのその必要なこととかはまた違う動画にもまたまとめたりしていこうと思うので、まあ、今回はこんな感じで終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。